レラはスペインバルセロナ出身の元オートバイレーサー。ロードレース世界選手権最高峰の 500cc、モートジッピークラスで10年以上活動した後、2008年よりスーパーバイク世界選手権に戦いの場を移している。グランプリでは通算2勝を記録。2011年スーパーバイク世界選手権チャンピオン。弟のダビド・チェカもオートバイレーサーである。 世界グランプリには1993年代8戦ヨーロッパ GP125cc クラスにデビューを果たし、事前からは 250cc クラスに移る。1995年代9戦イギリス GP からは前線ルマンで両足骨折の重傷を負ったアルベルトプーチの代役としてシトポンスのチームから本題の SR500 を買って最高峰クラスデビューを果たした。 翌1996年には地元カタルニアで GP 初優勝を果たした。ホンダ・ポンスチームには1998年まで在籍したが、その1998年の第8戦、ドニントン、チェカはクラナーカーブで転倒、負傷したが、当初は単なる擦り傷、打撲傷と見られていた。ところがやがて痛みを訴え出し、数時間後には視力を失い、 重篤な状態に陥った。だがその後は無事回復し、第10戦チェコ GP から実戦に復帰した。1999年からは、この年から新たに結成されたワークスのマルボロヤマハチームに移籍し、マックス・ビアジのチームメイトを務めることになった。トップを改装しながらもクラッシュにより、リタイアという展開のレースが多く、移籍後は勝利は上げられないままだった。 例えば2002年の第12戦リオ GP ではスタートで失速しながらも挽回してトップに立ったがその後のコーナーで転倒を喫してしまったヤマハワークスには2004年まで在籍し最後の年にはホンダから移籍してきたチャンピオンライダーバレンティーノ・ロッシのチームメイトを務めた2005年はドゥカティワークスチームに移籍さらに2006年には ヤマハのサテライトチームのテック3に移籍した。安定した走りで完走を続け、チームメイトのジェームス・エリソンよりは明らかに、速さで上回っていたが、ダンロップタイヤのパフォーマンスが低く、シリーズランキングは下位に沈んでしまった。2007年には、ホンダサテライトのチーム LCR に移籍したが、他のホンダライダーと共に、新しい 800cc マシンのパフォーマンス不足に、 苦しんだ。結局このシーズンをもってチェカは、モートジッピーから一旦退にぞくことになった。またこの年は、鈴鹿8時間耐久ロードレースに、岡田忠幸と組んで、HRC チームから、CBR1000RRK を買って初出場、2位、表彰台を獲得した。2008-2008年より、チェカは、スーパーバイク世界選手権に、戦いの場を移した。 チェカとは逆にモートジッピーに移った2007年のチャンピオン、ジェームス・トスランドが在籍していた、ホンダ系のトップチームである、典型トレーシングのシートを得た。第3戦バレンシアでは、ファイナルラップの最終コーナーで、トップを走っていた、鈴木のマックスの生きるヒナーにオーバーテイクを仕掛けたが、両者は接触してしまい、 ノイ・キルヒナーは鎖骨を骨折することになった。その後自カは第6戦ソルトレイクで自身の初優勝をレース1レースにダブルウィンという形で飾った。この年の優勝はこの2勝だけだったが安定して上位での完走を続け、ホンダ勢最上位となるシリーズランキング4位の成績を残した。そしてこの年の鈴鹿8体には SBK でもチームメートだった。 清成隆一と組んで、ドリームホンダレーシングから出場、見事総合優勝を果たした。2009-2009年も典型とチームに残留し、スーパーバイク2年目のシーズンを戦ったが、前年のような活躍は残せず、未勝利、表彰台4度の獲得で、ホンダ勢としては3番手、サテライトチームのレオンハスラムに32ポイント差をつけられシリーズ7位に終わった。 次年度に向けて典型とは、体制を3台から2台に減らすこととなり、チェカは清成隆一と共にチームを放出されてしまった。2010-2010年シーズン、チェカは中堅チームのアルテアルカティに移籍、イギリスのシェーン・バーンのチームメイトを務めることになった。キャリアが下降線を描いているように思われたチェカだったが、開幕戦、フィリップアイランドのレースにでは、 見事復活優勝を遂げてみせた。その後も、第12戦イモラで、レース 1.2W 優勝を飾るなどの活躍を見せ、年間ランキングでは、ドゥカティゼー最上位となる3位に入った。またこの年の SBK 閉幕後、モートジッピーの終盤2戦に、肩の負傷により、プラマックレーシングを離脱したミカカリオの代役として3年ぶりに、出場。復帰戦の、 第17戦ポルトガル GP では腕上がりの症状が出てしまい途中危険となったが最終戦バレンシア GP では再開ながらポイント獲得を果たした2011-2011年シーズンもチェカはアルテアレーシングに残留 SBK4 年目のシーズンを迎えたアルテアレーシングはドゥカティワークスチームが前年限りで SBK より撤退したことにより実質的に ドゥカティのナンバー1チームとなった。この年の時下は開幕戦から驚異的なパフォーマンスを発揮し、全13戦26レース中優勝15回、表彰台登壇21回という圧倒的な速さと安定感を見せ、最終戦を待たずして2011年のシリーズチャンピオンを獲得した。2012-2012年シーズンも引き続き、アルテアレーシングから参戦した。 アルテアレーシングには2011年にフィムスーパーストック戦選手権で総合優勝したダビデジュリアーノが新たにチームメイトとして加入した。チェカは4度の優勝を獲得し総合4位であった。2013-2013年にはドゥカティがアルスターチームとパートナーシップを締結しドゥカティアルスターとして SBK に復帰、これに伴いチェカもドゥカティアルスターに移籍した。また、 この年から 1098R に代わり1199パニガーレ R が新たに投入された。しかし、新車の開発が思うように進まなかったためにいに沈むことが多く、チェカは思うような成績を上げることができなかった。第11戦イスタンブールでは、フリー走行中に激しく転倒し、レースを欠場。その後の検査により、骨盤の骨折が判明した。 チェカは2013年シーズン限りでの引退を発表し、約20年の現役生活に終止符を打った。ありがとうございます。